グロービス学び放題。サクッとわかる行動経済学身近な活用事例。行動経済学は近年ビジネスシーンでの活用が期待され注目されている学問です。従来の経済学では人間はホモエコノミクスイコール経済人と定義されてきました。常に自分の利益を最大化できるように合理的自制的利己的に行動する存在ということです。しかし実際の人間はそうとは限りません。感情や心理に左右され必ずしも合理的ではない行動をしてしまいます。また利己的利他的な面の両方を持ち合わせていたり時には矛盾した行動をとったりすることもあります。行動経済学とは人間は必ずしも合理的ではないということを前提に心理や感情に即して人間の経済行動を分析する学問なのです。市場が成熟し品質や価格で差別化を図ることが難しくなってきている今行動経済学への注目が高まっていると言えます。人の心理に訴えかけることで自社の製品やサービスを選んでもらう可能性を高めることができるからです。実はマーケティングや広告の領域では行動経済学の理論が確立される以前から人間の心理をビジネスに生かしてきました。身近な事例を分析しながらその裏にある行動経済学の理論を学んでいきましょう。